ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。今日はガチで刻んでいこうぜ。アクセルの大西です。ありがとうございます。第2回よしき VS あ3回目、第3回よしき VS 大西さん中長距離対決。ありがとうございます。ありがとうございます。これ恒例になってるじゃん。2019が最初ですか。 18か19の1000が最初。そうですよね。あれも秋でしたね。そうですね。車盗まれて2週間後なんで。その時が2分、吉木さんが50ぐらいで48ぐらい、50切って、で、大西さんが50ぐらい51ぐらい、51ぐらい、吉木が勝ったと。で、2戦目、800m、大西さんが2分2ぐらいでしたっけ。2ぐらいだね。2ぐらいで、吉木さんが2分3で、大西さんの勝ち。めっちゃいい人落ちてるやん。やば。あのね、3ヶ月に1回ぐらい大西さんから連絡来て、多分今なら勝てんだよねっていうの。3ヶ月に1回ぐらいの定期便が来んだよ俺に。大西さんが史上最大に距離踏んでるみたいな。なるほどね。この戦いの中では一番距離踏んでいる、はい、今日はお兄さんからの挑戦状でいいですか。挑戦状、決着つけようぜ。リベンジ、はい、そう、もうそろそろ決着つけようか、うん、一生いっぱいなんで。一生いっぱいだからね、はい、ということで今回 1000m 対決です。ありがとうございます。 1000m 対決、マジで刻むよ今日は。今日は刻む。会場がこちら豊洲のぐるり公園の直線コースを使って、タナーさんとも吉木さん対決したことあるんですけれども、大西さんはねホームっちゃホームですから。あちらに映ってるランニングスタジアムの営業もあと2日。あれができる前から僕はここでこう走り込んでたんだよ。で、言うてさ、TKD プロジェクトもさ、ここで育ったよ。育てられたよ。ここでかなり育てられたよ。幾多の名動画が。いや、もう、あれ、生まれてる、生まれてる。竹内修造ね。竹内修造。もう一回やってほしいけど。そこは一番好きなとこ。一番好きなとこ。じゃあ、もう早速、アップして、かましてもらおうかなと。そうですね。はい、2人で、まあ、対決も対決なんですけど、どうせやるからには2人でタイムも。狙っていきたい。そうですよね。今ちょっと社会人ベストというか、お二人のベストをお聞きしたいなと思うんですけど、よしきさんどうですか。トラックベストが、うん、YouTube の中での最速が2分39なんですけど、へえ、早い。ここの、うん、タナさんの時のタイムが、うん、ロードベスト2分44とかなんで、おお早い。僕はパーソナルベスト多分順大の入試出しと2分44か3ぐらいで。そんなんあったの。多分社会人になってからは50、それこそ51とか、うんうん、もしかしたら吉木さんと勝負した時のやつが。なるほどね。いや、大西さん今年乗ってるからね。とうとう400も50切って。そうね、 OTT で。俺も過去最大ぐらいに最大やってる、詰めてるから。ああ、なんか雑魚そう。やってるレベルがさ、俺5キロ弱を週2回やってるぐらいだから。それ普通は負けちゃいけない。負けちゃいけない。じゃあお二人頑張ってください。よろしくお願いします。お願いします。 1000m 対決いきましょう。参りましょう。初めてやらされたわ。ダッシュで行こうぜ。よしさん、今日言い訳タイムないですか。デリートテック秘密兵器。デリートテック、おー、いいね。感覚ね、2秒ぐらい上がる気がするから。あと、カフェイン入れる意味ある。あるある、しっかりとって。はい、カフェイン練習してるからかね。あの顔色がいいね。ほんと、うん、黄色い、白くない。あとね、最近ね、恋愛してるから。恋愛してんの。イケメンかもしれない。あー、やばいやばい。恋してる、恋してる、恋してる時やっぱかっこいい。彼女できそうなんだよ。聞いてないよその話まだ俺。おいおい。あ、おいおいね。あー、楽しみ。うわ、めっちゃ聞きて。めっちゃ反対しよう。タイトル、クリスマス前に相方が彼女できそうでピンチです。絶対やめとけっていう見た目してる。でも、ヨシキは大好きみたいな。あー、なるほどね。見た目で判断しないか、心で判断する。その話じゃなくて、ヨシキさん、はい、今回着てる兄さんのランニングウェアの方ですね。いつもの僕たちが着てるやつとはちょっと違くて、誰が着てもいいんですけど、ランニングしてる人たちに広告を売ってる。なるほど。やつなんですよ。ちょっとおしゃれじゃないですか。西のウェアってさ、学生が着てたり、うん、インターハイにこうなんか行きたい学生みたいなイメージが強いけど、うんうん、俺は普通に市民ランナーの大人の人がジョギングで着てもうおしゃれに見える、ね、おしゃれだよ。だから逆に学生が着ちゃうとか。逆にね、逆に、うん、ちょっとおしゃれに決めたい学生、うん、普通にね、うん、いや、おしゃれだと思います、うん、皆さんぜひチェックしてみてください。これマジあのめっちゃくちゃ着てて、僕肌触りやっぱめっちゃいいよ。うん、本当に周平インスタで結構これ着てるもん。うん、いや、これ紹介できてよかったっすわ。それ着てアップして頑張ってください。はい、はい、短距離選手ですよね。まあかろうじてね。はいはいはい、じてね。アルファ1 2で、これが2 5280ベイパー、草のおすすめスーパーブラスト。スーパーブラスト、どれで走るかっていうの悩み悩んでる。
スーパーブラストはちょっとなんかカーボン入ってないんで、ちょっとそうね、はい、580、うん、やっぱ田中のんちゃんがのんちゃんねめっちゃ速いじゃん、 NB かなと思って、はい、ちょっとねニットなんですよ。今日直線だからこれでもいいかなと思うんだけど、はいはいはい、これちょっと僕の中で、うん、あの芝生のサカー用シューズ、あーやっぱそれぐらいグリップがいいってことですね。グリップがいいし、うんうん、足の感覚もいいんで、うん、これで線走るのきついかなっていうのは、はい、残すはわやっぱナイキか。はい、僕の一番おすすめこれなんですよ。ベイパ ー、かなりベイパーを対応してるんですけど、はい、ベイパーでシューズベストを余裕で出てるんでこれめっちゃいい。京都の靴屋さんのリンカさんってのがあって、はいはい、そこに頼むとここのソールを張り替えてくれるんですよ。はい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 、グリップ力抜群のベイパーなんで。ベイパーってグリップ力の弱さちょっとありますからね。これはでもなんかスパイクなんです僕の中で。なるほどね。なんで今日はちょっとこれじゃないの。あ、違うんだ。アルファ軍団、アルファ軍団なんですよ。こんな感じ、これめっちゃ上がるかも比較できるようになってんの。そう、ここがさ削れちゃうんよ。尊敬るように作られてないっていう、そういうこと、そういうことですからね。シンプルに2もいいんだけど、はい、2はやっぱちょっとマイルドなんですよ傾斜が、うん、まあよしきっと最後ラスト勝負になった時にはこのキプチョゲさんの力を借りていったろうかなと。短距離選手の大西さんの靴です。一応ね、まあ、万が一に備えて、もう一個ね万が一に備えてあのマックスグラダッシュで行こうぜ。アップお疲れ様です。どうですか状態は。まあまあ緊張してる。緊張してる。ああ、何の緊張っぽい。大西さんとの対決シンプルに緊張はしてるんですけど、やっぱ最近自分の練習ができすぎてて、自分の期待が大きい分タイム出たらなっていうので緊張してる。吉木さんの練習見てて、まあ、距離はすごい踏まれててすごいなと思うんですけど、やっぱスピード練習されてないところ多いと思うんですけど、うん、そこどうですか。もともとスピードはあるのでそういうタイプなんで、どっちかといったら中長距離タイプなんで、なるほどね、はい、なんかそこはあんま不安にはないんですけど、ね、勝手に出てくると。そうですね。自分の能力を信頼したいと思ってます。流れ的には、まあ、2分40を切っていくようなレース展開になるっていうお話やったと思うんですけど、どうですかそこの考えというか。作戦的なところで言ったら自分のスタイルを貫く。対決ってなるといろんな展開が、まあ、予測されると思うんですけど、鬼さんはスピード型なのでついていけない、打ち上がってしまうっていう展開も想像できるので、うん、もうそこは常に冷静に出せるスピードで、このスピードで行けば打ち上がらないなってい いうのを貫きたいと思います、うん、冷静にやれば勝てると。勝ちにです。冷静にいって最初画角界から消える可能性ありますけど、そこは大丈夫ですか。もうあの全然それでいい。大西さんに惑わされない。僕は吉木さんが勝つと思って応援しますね。あ、どうす、頑張ります。頑張ってください。いってらっしゃい。刻んでください。いかがですか。情けないことに走りすぎて測定が痛かったんですよ今日距離を踏みすぎて昨日リカバリしてきたんでバッチリです。不安要素としては昨日やっぱクリーンやって、まあまあちょっとやりすぎちゃったそこだけかな。 ATP 使っちゃったから、ね、最後のねラスト勝負にやった時には効いてくるかな、はい、ちょっとヨシキにも同じ質問してるんですけど、まあ一応2分40ターゲットタイムっていうふうになってますが、はい、どうですかあの大西さんの作戦というかレース展開というか。まあ今練習で16とか17ぐらいで500か600とか走る練習多めにやってるから、まあなんとなくその辺のペース感はあるんだけど、うん、やっぱりこういう勝負とか人と走るってなった時に行き過ぎちゃう、テンション上がって行き過ぎちゃって最後足が残ってないんじゃないかっていうのがあるし、逆に厚底シューズで多分トライアルするの初めてだから、はい、そういう意味で どんなもん残ってるかなっていうのはちょっと楽しみであり反応を見てみたいなという感じです。身内の人たちの勝率みたいなすごく聞いてるんですけど、はいはい、マジ五分五分ぐらいでどうですか大西さんの感覚的にはどうですか勝率は。6-4ヨシキだと思う。おー、ちょっと有利かな、向こうが有利かな、有利かな。でも本当にいい勝負かなっていうところは。そう、やっぱこの間の動画見た時に、はい、いやこれ勝てないかもって思っちゃったからアディダスのシューズのレビューのやつまあ面白くはなるとは思う。そうです、うん、めちゃくちゃ楽しみにします。はい、はい、頑張ります。頑張ってください。はい、それでは 1000m トレイル始めます。いきます、よーいゴー。さあ始まりました 1000m 対決。大西さん VS 吉木の 1000m 対決が今始まったところでございますけれども、早速、100m 手前です。大西さんが先行するという形で、吉木が約 5m から 7m ぐらい後ろにいて、作戦通り吉木がまだ冷静にいってるという流れになっております。ちょっと私の方で手元はわからないんですが、このくらい距離が離れているところでございます。さあこの距離から吉木はどのぐらい大西さんをしっかり詰めていけるのか、プラスですね、以前吉木と大西さんが対決した時は、大西さんが前同じこの世の展開で、ラストをよしが来て、そこで刺されたと、
というところもありますけれども、その再来の可能性もあるのかどうなのか。でもお二人の走り、お二人今僕の視覚的にはとても落ち着いているように見えます。落ち着いているように見えて、もうすでに 500m 500m 通過して 600m 地点に入ったところで、お兄さんがちょっと体を休めながらこうリラックスするような形もあります。陽介もね、5m、6m から離れてこない。そして、お、少し足音が大きくなってきた。陽介の足音が大きくなってきた。距離がどんどん近くなってきます。お二人の距離がこんなレース展開。さあ、ラスト 800m 手前まで来ております。残り 300m を切ってきています。残り 300m を切ってくるところで、さあ、少し陽介のギアが上がってきたか。陽介のギアが上がってきたのか。ここで大西さん、いるのか。さあ、ここで後ろに捉えているところで、さあ、ラスト200、ラスト200、800m のタイム。なんだ。いや、頑張れ2人とも、頑張れ2人とも行け。なんだこのラスト対決。頑張れ。何、どっちが勝つ分かんない。ラスト、ちょっとよしきがリードしてる。すごい。何、ラスト頑張れ。 50m を切って、ここで 10m を勝負したのはよしき。そしてすぐ後ろにお兄さんがゴールしました。さあ、おすごい、すごいデッドヒート、やばいデッドヒートを2人が見せてくれました。すごいね。もういっす、オールアウトだ、マジオールアウト。ダッシュで行こうぜ。さあ、お疲れ様でした。すごい勝負でしたね。いや、マジでオールアウト。血の味する、血の味する。お兄さんも血の味しますか。血の味めっちゃする。勝者ヨシキということで、おめでとうございます。すごい、すごかったよ。勝てない。並んだ瞬間マジでドキドキした。もうめっちゃドキドキした。思い出してもドキドキする。大西さんのタイムからお聞きしていいですか。手元で41秒9。はいや、はいや、これベストじゃない。マジでベストであるね。間違いなく今年36っすよ。さあ、あと1ヶ月後に36。おめでとうございます。2分41秒9。もしかないじゃん。2分40秒7です。おお、やっぱ1秒ぐらいだったのか差は。2分40切りっていう目標はできなかったんですけど、ロードと今シーズンベストです。うん、他県の時より早い。他県の時よりも早い。早いね。そういうところでやったらトラックトラック、スパイクトラックでしょ。それより3秒入ってくるでしょ。それより早い。わあ、いいね。あの時の滝よりも早かった。のー、滝よりも早い。わあ、いいね。まあちょっとレース展開的には先にお兄さんが先行して、あとヨシキさんがこう来るという流れだったと思うんですけど、お兄さんのラップが気になる。体重200、30秒目標は29秒0。早いじゃん。やりすぎだね。400の通過が61。あー、本来ならだっていくつでいいの。64でいったらいい分で、600が1分34。早っ。早い、めっちゃ早い。36ぐらいでよかったから。800が2分9。おお、余裕を持ってこうラストに備えたかったんだよね。だからここでよしきが俺の前に行ってちょっと休んでラスト200取ったけど、最後150ぐらいまで前にいなかったから、隣に来なかったから、きつかった。なるほどね。やっぱ記録出したかったから。そうするとあの展開しかない。4年前より10秒ぐらい早かった。休んでるとか1秒もなかった。なかった。もうマジただ追いつけなかった。ヨシキさんついてから大西さん展開的にきついかなと思ったけど、950m ぐらい制平してた。勝負に徹したり、なんかこうペーサーがいるっていうだけで展開とか順位っていうのは全然変わってくる感じかなっていうのは、ほぼやっぱりいい勝負になるね、二人ね。まあそれも含めて今日は全部勝負なので、はい、まず一旦、ね、今日の 1000m はよしきさんの勝利。でも二人ともね、シーズンベストと大西さんも自己ベスト更新ということで、動画的には最高です。いや、本当ありがとうございました。はい、次はよしきさんが800で。もういいよ、よしきの勝ちでいいよ。いや2分切ってないんだから、二人とも。800ね。そう、800で挑戦状だね。そうだね、そうそう、よしきさんがトラックの練習して800の挑戦状を大西さんに叩きつけてください。この動画見て、俺ならこの2人に 1000m 勝てるよって思う人は高評価、面白かったよっていう人はチャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。